Google デイリーランキングが1位にしていただけたりとか、本当にありがとうございます。とても嬉しいです。いました。あ、結構見てくださってる、ありがとうございます。嬉しい、初めて本位勝ちましたね。はい、私も一瞬ちょっと久しぶりだったので、ちょっとあれ やり方があれってなったんですけど、はい、なんとかはい、よかったです。前回の手形会の本もありがとうございます。嬉しいです。写真もゲットしていただいたりとか、リリチーね、本当に嬉しい、ありがとうございます。引き続き、はい、ウィークリーとかでも1位取れさせていただきたいなって思う。ぜひ皆さん、よかったらこれからも聞いていただけると嬉しいです。たくさん、はい、お疲れ様、ありがとうございます。初めて本位対決は、はい、なんかそうなんですよ、もともとなんかそうなんですよ、パッション保有選抜のであっち向いての中から一人、あやめろさんとあっち向いて保有させていただいたんですけれども、そうなんですよ、最初はなんか裏ではなんか事前に決めとこうって言ってじゃんけんでじゃんけんをして、菅原さんが勝ったので、マヤさんがするはずだったんですけど、なんかそうですよ、あ、譲ってくださったの時に、はい、ってなってちょっとびっくりだったんですけど、優しかったです。はい、ありがとう。そうなんですよ、遊びに来たよ、あ、ありがとうございます。やばい、ソロカットも、あ、見つけてくださってありがとうございます。すごく嬉しいです。明日受け取りに行きます。あ、嬉しいです、ありがとうございます。全タイプも、わー、すごい、どれぐらい、え、もうぴょーですね、まさにこれは。はい、ヘビロテ、やったー。そうなんです、バチョーユ選抜の CM ソング、あの頃のロッカーも入って入れてくださってるので、はい、ぜひそちらも聴いていただけると嬉しいですね。入れていただき、はい、かわいい、ありがとうございます、手形を飾りました。あー、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。やめるよ、本当に嬉しい、こっちまで嬉しくなりましたよ。あー、どうですか、でも楽しくて、はい、とても楽しい、どの撮影も楽しかったイメージが、はい、サプライズ、うん、そうですね、そうなんですよ、びっくりしました、だから。はい、うん、足取りに来てくださる方も結構ありがとうございます。あと、ハッシュタグのあなたが、あなたがでしたっけ、あなたが初めに恋した瞬間でしたっけのハッシュタグでもたくさんつぶやいてくださって、はい、私のことも書いてくださったり、とても嬉しかったです。はい、あの頃からとか、はい、知れてとても幸せな気持ちになりました。ありがとうございます。トヨさんで買ってくださった方も、おー、ありがとうございます。新職からも嬉しいです。うん、うん、うん、そうです、メールでも送らせてもらった、今日は編み込みの巻きのツインテールにしました。あー、サリナさんとツーショット特典生写真もありがとうございます、嬉しい。あ、そうなんです、ツイッターさんのアイコンも、はい、小一フラグに共
売ということで、そういうところあるよねから買いさせていただきました。ロッカーの人もめっちゃ可愛いですね、近未来みたいな、あの蛍光のところはそう光るんですよ、そこもそうすごいので見ていただきたいですね。頑張ってください、頑張ります。カントリーマンいいな。そうですね、メンバーのたくさんお会いできました。なんか劇場に、そう SK48 劇場に行くのも久しぶりだったので、はい、なんか嬉しくて公演もさせていただきたいなってすごく思いました。あ、デイリーチのお祝いにお肉食べました。おー嬉しい、お祝いもありがとうございます。あ、タンク衝撃的、おー本当ですか、そんなに。ゲリラ乾燥して寒かった、あ、そうですね、換気してたのに寒かったんですけど、でも、はい、あのちゃんと防寒着持っていたので大丈夫でございます。あーすごい、嬉しいですね、サニオさんとジュートネットでは早々に完売して買えなかった、うーんちょっと買えなかったし申し訳ないですけど、はい、でも嬉しいですね、完売ありがとうございます。福野ちゃん投票しました、なんだろう、何のやつだろう。ティーンズユニットかな、あれ私はあのはいはい、なんていうんですか、あの入れないんですよ、ティーン、はい、そうなんです、10歳になったので。強制に立てた人はどうやって選ぶタイプですか。あ、でもこれはね、サフさんとか考えてくださったと思うんですけど、あの最初と最後に小一フラグを披露させていただいて、配信の最初と最後にそれも両方とも参加させていただけてとっても嬉しかったです。はい、皆さんのおかげも本当にすごくあるので感謝しております、ありがとうございます。はい、なんか焦らずでも、でもちょっとずつでもこうもっと前にも行けるように頑張らなきゃなって、すごいそういう風にも思いました。これからも頑張ります。吉野さん吉野さん見たら安心する、そんなに、そうです、そんなになんか サリナさんと、サリナさん面白かったですね、サリナさんも。あの今日の、配信は DMM さんじゃなくて YouTube さん、 SK48 公式 YouTube チャンネルさんの方で、なんだ、あ、アーカイブさんも配信していただけてますので、はい、ぜひ見ていただけると嬉しいです。ツイッターさんに URL 貼らせてもらったので、よかったら見てみてください。はい、大きくなるんだ、足型かへ、すごいですね、足も。かわいい、ありがとうございます、集めてほい、意外とそうですね、なんかあんま自分の中ではあんまその強いイメージはなかったんですけど、びっくりしました。はい、今日のステージ見てゆくらの笑顔のために公演応援を頑張ろうと改めて思いました、嬉しい、ありがとうございます。あのでも歌割りのところが、はい、サリナさん
さんとあかりさんとの3人の歌終わりなんですけど、2番の B メロです。はい、その中に入れてもらえてるのもすごく嬉しいなって思いました。私もできるかは分かんないんですけど、甲子園でくるくるって回って足上げやりたかったなって思います。結構そうですね、また、はい、参加させていただきます。はい、自主練習なんですけど、そちらも、はい、この置いてかられないようにとか、前までやったところをちゃんと復習して頑張りたいと思います。はい、そう、回転するところです。中居までもう一回見るにゃんって、わーすごい、もう一回ありがとうございます。DMM さんじゃないので、多分はい、24時過ぎるとか関係なくて、もう見ていただけますね。はい、そうなんですよ。今の B メロです。なんかみんなが結構集まって踊ってるところです。しっかり撮ってね、ありがとうございます。あーよいしょ、すいません。 MV 濡れ橋、あ、なんかそうなんですよ、ファッションファイヤーさんの方でもなんか一応自分で考えたんですけど、なんかガラスのショーケースみたいな、ショーケースかわかんないんですけど、ね、みたいなのに入るんですよ。入ってそれでその中でポーズしての撮影があったんですけど、はい、それが回転するんですけど、それがなんかジェットコースターみたいに乗ってるみたいな感じで、はい、ジェットコースターなのか、なんか今まで味わったことないような感覚で、とっても、はい、なんかすごかったんですけど、今日はその話をさせていただこうかなって考えておりました。はい、目はなんかクラクラってちょっとしました。なんかこう回ってるんですけど、なんか靴のヒールも結構高かったり、ポーズとかも結構前のめりなポーズだったので、なんかキープするのが大変で、めっちゃ必死に全身を固めてました。はい、でもなんかすごくて、なんかすごい新感覚、そう、ぐるぐる新感覚っていうのです。なんかそう、なんかなんて言ったらいいんですかね、なんかジェットコースターみたいでした。はい、火が確かにちょっと伸びましたよね。こんばんは、ありがとうございます。あ、美容院さんのお弁当ですか。ゆずきさんが話されてたのは、なんか明太子と、なんだっけ、何お肉だっけな、お肉が乗ってるのはやめて牛タンのお弁当をいただきました。はい、なんか数的に少なくて、明太子のちょっと やめとこうと思って。はい、うん、543日連続ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。髪型は編み込みの、なんだろう、ウェーブの、ウェーブのツインテールです。なんかだいぶウェーブがちょっと取れちゃってますね、だいぶ。牛タン美味しかったね。牛タンは下、タンって下じゃなかったんですっけ、下じゃないですか。違うのかな。そう、あっちも手前は片
ってました。アメさんのリアクションがすごくてすごい面白くて、はい、めっちゃ笑いました。リアクション大きいのいいなって改めて思いました。勉強になりました、山村さんの見て、はい、あ、下正解よかった。おお、あ、昨日はそうですね、ツインテールの日でしたね。あ、ちょっとかしこにゃちょっとかしこにゃった。うーん、豚の座も、そうなんですね。なかったことになった時その場にいましたかって、なんかですね、多分なんですけど、なんか最後ら辺のその、はい、なんか待ち時間の時とかはなんかちょうど12周年公演の前とかだったりしてたんで、だからその練習をそうしてるメンバーと、なんかご飯を食べてるメンバーとかとかいて、はい、だから多分私練習してた、多分はい、そうなんですよ。うん、グランドキャニオンさんからの MV もありがとうございます、見てくださって嬉しい。タルカスパゲッティ最近食べてない、美味しいですよね。こんばんは。確かに最近ポニーテールあんましてないですね。しますね。はい、はい、ではそろそろ今日もオットタイムをちょっとさせていただきたいと思うんですけど、ホイチフラグの曲がちょっとまだ入ってないので、今日はちょっとリクエスト曲じゃないんですけど、でもそう、劇場で初披露させていただけたりとか、今日トレンド入りさせていただいたりとか、あとはそのオリコンシングルデイリーランキング1位を皆さんのおかげで、はい、になったりとか、すごいお祝い事がたくさん、はい、あったので、ハッピーな。東海も、あ、ありがとうございます、嬉しいです。人生の無駄遣いも、あー入ってないんですよね、歌いたいな、はい、うん、あんこもかも登録してほしいですよね。では、ヤホーさせていただきます。あ、入ってたと思います。さきんちゃんもいますよ。あ、すみません、すみません。カラオケ屋さんには入ってますかね、姉ちゃんの無駄遣い。カラオケ屋さんにはなんか入ってそうな気がします。ちょっと待ってくださいね。入れさせていただいております。はい、うん、基準がちょっと私も分からない、難しいですよね。では、音量を上げさせていただきたいんですけど、カチカチっていう音がうるさいかもしれないので、音量を下げていただけると、はい、嬉しいです。カチカチします。上げ上げます。では行きます。あー、すごい、運営の方にも、すごい、ありがとうございます。は
い、音量が上がったので、好きな音量にしていただいて、今日はあの曲を歌わせていただきます。いきます、聴いてください。地元のショッピングモールでレジに並んでる君を見かけた。トイレペーパーだらけ、きっと安売りで買い込んだんだね。声をかけようか、素通りしようか、ちょっぴり緊急だね。バンザイヴィーナス、大好きな人へ、あとあと砕けろた思い、勇気を出して気合いを埋めて、どんどん近づいてみよう。バンザイヴィーナス、両手を上げて、なるようになれたつぶやく、これが青春だ、恋なんだ、失うものなんかね、バンザイ。どこかのおばさんが手間取って、長い行列、君と話せた。いつでも偶然が味方をして、夢と現実を一つにするんだ。荷物もどうか一緒に帰ろう、差し出す僕の手のひら。万歳ワンモア、目の前の人へ、ハートに向かって体当たり、一言でいい、下手だっていい、気持ちを伝えてみよう。万歳ワンモア、胸のモヤモヤ消えてくれるなら素直に、これが告白な生き様だ、振られたって構わねえ、万歳。答えは春のそよ風、バンザイヴィーナス、大好きな人へ、あたあたくだけろた思い、勇気を出して気合を入れて、どんどん近づいてみよう。バンザイヴィーナス、両手を上げて、なるようになれとつぶやく、これが青春だ、恋なんだ、失うものなんかね、バンザイ。バンザイヴィーナス。はい、ありがとうございました。はい、今日、はい、オリコンシングルデイリーランキング1位、そう、バンザイとかトレンディーにバンザイの意味を込めて、はい、出していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。めっちゃ光ってる。ありがとうございます。バンザイ、ありがとうございます。聞いてくださって嬉しい。懐かしいありがとうございます。コイチフライドも入ってほしいですねもうそろそろですかね。モース商店街、そうですね、うん、ツインテールも、あ、ありがとうございます。うん、
新しい、はい、あの曲もありがとうございます。リクエストも見てみますね。はい、衣装も可愛い。確かに水色とピン、あ、水色と白のはい、では、あ、すごい、2487人の方もありがとうございます。嬉しいです。なんだろう、なんだはい、今日の、はい、生配信、特別生配信も YouTube さんの方で見ていただきますね。これ見て、はい、アーカイブさんもよかったら見てみてください。これからも声中フラグ皆さんたくさん聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ね、週間ランキング1位目指したいですね。よろしくお願いします。そうですね、発動どうしようかな、何がいいですかね何がいいかな、あっち向いてホイが、じゃあ皆さんとあっち向いてホイをしてみますか。ちょっとじゃあ皆さんがこうしてくださってると思ってやってみてください。じゃあからの元気はあれなので、あっち向いてホイでいきたいと思いますはい、皆さんもよかったらしてみてください。では行きますね、行きまーす、せーの、あ、せーのじゃない行きます、はい、よこにゃーよこにゃーよこにゃー、ビーム、あー、せーの、あっち向いてはいどうでしたか。わー、あ、いっぱいありがとうございます。勝ちましたか皆さん、どうだろうどうだろう、あ、あ、打ってくださってるんですね、優しいありがとうございます。あ、難しかったですかねタイミングが、あ、難しい、あ、こう皆さん首でこうやってくださったらあれかなと思ったんですが、ちょっと難しかったですねはい、あ、画伯の昔の時期の本、あ、ありがとうございます、嬉しいです。後出しやっぱ配信はちょっと難しいですよね、なんかずれてたりするので、タイムラグがあったりするので、うん、難しい難しかったね。はい、ということで今日もありがとうございます。今日そうですね、ちょっと30分配信短めなんですけれども、今日もはい、ありがとうございました。そして本当にたくさん盛り上げて、小市フラグの応援もしてくださって本当にありがとうございます。これからも一緒に盛り上げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんもゆっくり休んでくださいね。ありがとうございます。明日もお待ちしております。ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。ゆっくり休んでくださいね。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。